やあハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジアジョギニハマーです。現在2023年の10月26日木曜日の午前0時31分になろうとしてますね。はい、ウマ娘プリティダービーセカンシーズン3の、4話ですね。 D アニメストアで見ていきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告が入ってきます。申し訳ないんですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認いただくということでお願いいたします。ではいきます。3、2、1スタート。ハチミの歌やね。そう、ネイちゃんはなんか大前久美子に似てるってね、 UFO ファンの一部に言われてますね。泣いてる。もう前回のゴルシュはほんまに良かったね。さ、今のところ2話3話と2週連続流星いってるんで、果たして。これね、フォークの投げ方、これ佐々木大魔神のあのあれのね、あの馬なのね、シュバルグラン。そう、2位マナブさん入ってね、去年の秋葉メイド戦争の確かサッカーってかな、2位マナブさん。よう UFO の乗っけてありますからね、 X に。私だけの輝き。大阪へ自筆だけか。首差で負けたんや。大阪へって2400とか。姉ちゃんさん、お、誰や、誰エアグルーブ、大宅ヘリオス、メジロパーマおお、止めた。もうすごい力やな。インドネシアの人かなこれ。めちゃくちゃ頑丈やな。これなんか史実あんのかな。
頑丈さを。説得力があるね。あ、あのメガネでしょうか。バナナもちょっと食べてる。バナナは全然含まない。ブローチ。ダス、ピッコロダーマオかなこれ。マジュニアかな。バナナの量。外にいる？何これ？廃校。あれこれって。あ、ミホノブルボン。あ、来社は？おう。オードリー春日さんを思わすようなシーンやったね。あ、ちゃちゃちゃ、トータルテンボスの藤田さんね。
時間。ちゃんとベッド置いたままやん。バランススクーターや。でっかいタイヤやなこれ。何のタイヤなんこれ。あ、2、な、2個重ねてんのか。2章でかいな。あ、100枚って。なるほど。岩かけるよな。まあ、あれ夢をかけるだけか。ウマ娘は6時間か。なんちゅう大盛りや。トレーナーも同じ量食ってるやん。ダビスタでもあったな、温泉。あ、ほんまにそういう温泉や。おお、4時間50分35秒。サバ味噌にサンマかば焼き。頑張るぞって書いてある。誰今のメイド、こんないたっけ。
実はほんまはいけへんのとちゃうか、3時間では。なるほど。もうおらへんのちゃう？あ、置き手紙や。元気もらってきます。ああ、いわき市、福島。中山ですみません、180キロって感じだけど、どっから看板あんねん。松戸って書いてあるな。市川。おお、千葉県か。おお、来た来た。どこにいるの？ああ。お。ディビニティ。あ、審議か。あの車高かな、さっきの。あー、確定した。何やったの？こういうこと言うね。
あ、あのでっかい大仏やん。仙台ちゃうとき、あのでっかい大仏。2時間59分59秒。いやー、ジーンときたわ。ああ、念送ってる。あったな、このシーン。ああ、目が痛い。ああ、はい、3週連続で累戦行きました。なかなかやばいな最後。え、これ何、点あれ取ったってことこれ。あ、終わった。ちょっと最後だけ見たい。最後京都やから点張るよねこれ。来週レースあんのかと思いきゃ。あ、ちょっと次に、はい、あ、姉ちゃんさんって前田香織さんなんやね。美穂のブルボン、あ、あれ長谷川郁美さんやったのか。あ、北ちゃんやね。まさに北ちゃん、北ちゃんが北ちゃんに教えたんやね。あ、ボッツァロックね。北行くよ。在宅兵、あ、山根彩さんいたのね。うん、これだから天皇賞を取ったってことやね、これ。そうか、レースはダイジェストだと思ったんか。これはなんて書いてあるの？競馬なんたら賞。
これ点張り取ったってことでいいんやね。でルービックキューブがこれ2面揃ってんのか。だからあー2面揃ってるわちゃんと。すげえすげえ。はい、ということでちょっとごめんなさい、最後だけ見直させてもらいました。いやー感動したね。うん、なんかもう姉ちゃんさんの株がとにかく爆上がりですわ前回からね。で何あのエアグルーヴと大宅ヘリアスとメジロパーマのおかげでまあ己の頑丈さにまあ気づくことができたと。そして、じゃあその頑丈さを生かしたトレーニングしたらどないやというところからまあねトレーナーに言ったけど、まあ、あかんと、怪我するしあかんと、リスクがあるからあかんって言ったけど、まあ、あの帝王とね、鈴鹿さんのね言葉でまあなんとかいけて。ちょ黒沼さん覚えてないな、黒沼さんって全然覚えてないな。やけど、まあ、あれはブルボンが、まあ経験したことなのね。でも自分は、それを黒沼さんの思いに応えることはできなかった。まあ要は極限状態になってからでもどれだけ気持ちを持てるかというそのための、まあ、試練やったわけやねこれは。まあそこからの元気もらってきますの里のダイヤモンドのセリフがめちゃくちゃ良かったね。ダイヤモンドは 何か何事にも砕けないみたいなね。まあその言葉でこうね、まあ、ほんまに元気をもらって、まあ、ちゃんと天春買ったわけね。ちゃんとあ前日にこなしたんかな、にあの2時間59分59秒、うん、まあ、きっちりとってこれはもうルービックキューブが2面になってるのが素晴らしいね。これは素晴らしかった。はい、まあ、あんたの技は私のはチョロでしょ。あ、これは UFO 知ってる人しか知らないですけど、ちょっと今回はチョロですけども、いやー3週連続なあの累戦行きました。で自分ちょっとこれほんま自分の体質不思議なんですけども、目が痛い涙が出る時あるんですよね。目が痛い涙、今日は目が痛い涙でした。うん、いやーよかった。何この感動的な挿入歌と共のと共のて共にね天春、まあダイジェストだったがちょっとあの年がおもろかったけどね。うん、ちょっと次回レースあんのかもだけど、まあまあダイジェストやったけどね、ちゃんとこのルービックキューブ2面揃えてるおしゃれさで締める、素晴らしかったですね。あほんまにちょっと弱音吐いてる場合じゃないな。自分はもうずっと弱音しか吐かずねこのリアクションやり続けてるんで、いやーもう見事やったわとしか言えません。はい、ということで、ウマ娘プリティダービーシーズン3の4話累戦3周崩壊ということで、どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価、またコメントなどお願いします。1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主でありこの本の著者であり大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて主に保育園幼稚園小学校子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年8ヶ月にわたって仕事が全くない状態、貯金と節約生活でなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援いただきたいということで、ぜひ説明文に URL ありますんでクリックしていただいて、できたらチャンネル登録お願いします。はい、そして深田恭子さんとずだこの CM の URL も貼ってますんでぜひ見てみてください。アニメのリアクションその他ものものスタートして今日で1309日目、長いことやってます。ただこのチャンネルもっと長い2009年の4月25日パフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてます。ただ残念なことにコロナで仕事がなくなり、2021年の、8月18日までですね、アニメのリアクション貯めてきたんですけれども、推定2000本以上、1年5ヶ月分の、リアクション動画を自ら全然削除されるという地獄が始まってます。それを乗り越えてですね、もうやめたいやめたい言いながらも気合と根性で続けてるんで、ぜひ応援してください。以上、アニメリアクション人ことマジア的な浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。